おはようございます。今回は和歌山県紀の川市周辺からになります。京奈和自動車道の和歌山ジャンクション経由で大阪を目指します。何のために関空方面経由で通ったのかは忘れましたが、久しぶりに通りました。景色はとても綺麗で、私的には好きな道です。関西空港自動車道は大阪泉佐野市周辺を通っている阪和自動車道から関西国際空港へのアクセス道路としてつながる高速自動車国道です。最後まで見てね。
気がついたらユニバーサルスタジオジャパン周辺まで来ましたので、今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。ゆっくりドライブ TV でした。